皆さんこんにちは、武田塾の武田です。こんにちは、武田塾の中留です。今回のテーマは時間がない理系受験生ショートカットはこうしろっていうのを中留先生と話していきたいなと思います。武田チャンネルね、5回目ぐらいですか出演、はい、ちょっと慣れてきましたよ。そういうことです。兄弟理系中留先生、僕と同期ですね。兄弟時代同期、高田の田の字も知らなかったというような話もありましたが理系のスペシャリスト中留先生に、時間がない理系の受験生はこういう風に勉強して合格の可能性ちょっとでも上げていけよと、数学の勉強追いついてない、理科の勉強追いついてない、そういう受験生いると思うんですよ。そういう受験生こうしろっていうアドバイスをもらいたいですね、はい、今日はちょっとその時間ない中、何としても逆転合格したいんだっていう人に向けて、ちょっといろいろ戦略とか取捨選択方法をお伝えしていけたらいいかなと思ってます。まず最初に心構えから、心構え大事です、したいんですけど、ショートカットをするときに時間がないわけですよ。時間ない中ちょっと端折って、でもまんべんなく広く浅くやるみたいなのは、これは正直あんまりお勧めしないです。例えば入門問題成功、基礎問題成功、はいはい、この辺はまんべんなく理解したとして、本番共通テストでじゃあしっかり点取るよっていうところにはまだちょっと乖離があるんですね。どっちかというと品質とか自分が特に苦手みたいなところ、分野とかで絞って、量は絞るけど質としては同じ以上やって、その問題が出た時にしっかりライバルに勝っていくみたいな、っていう戦略が基本にはなってくるかなと思うので、時間ないから量めっちゃ減らせばいいやっていうわけではないっていうのは個人的に一つ思っていることです。薄く広く無理やり参考書をたくさん終わらせるよりも、めちゃくちゃ質大事にしてくれと、はい、時間がないからこそ質で周りに勝たないと勝てないんだってことですね、はい、それをこう体現というか、はい、この言葉がしっくりくるかなと思うのがあるんですが、ショートカットは一期一会です。一期一会、自分めっちゃ好きな言葉かもしれない、はい、一期一会どういうことでしょう。今の話と全く同じなんですけど、はい、量少ない中で勝つには出会う問題数少ないわけじゃないですか、はい、ほんならライバルと同じ問題出会った時に、はいはい、その問題を春からやってる他のライバル受験生よりも大事にしていかないと勝ちよう絶対ないんですよ、うん、確かにわかるわ。話のついでいいですか、はい、時間がない受験生って今目の前にいる数学のその問題二度と出会わないつもりでやらないとできないじゃないですか、はい、普通の受験生、普通の高1高2生だったらどうせこれ復習するしって思って多少雑にもしちゃうし、はい、その気持ちはわかるし、雑にしちゃったとしてもまた復習の機会あるからいいんですけど、はい、今高3生理系の子で目の前の問題もうやり直す機会ないぞと、今目の前にあるじゃあこの二次関数のこの問題は入試の日まで触れないかもしれない、それぐらいの覚悟で向き合ってるかと、目に焼き付けようとしてるか、この解き方何としてもインプットしようとしてるかと、それぐらいのマインドで一問一問向き合わないといけないんだよ。一問一会なんだよ、一問一会なんだよといいっすね、一問一会、はい、出会わないんですよ、はい、入試まで同質過程ってもう二度とやることがないかもしれない、うん、でも本番では全然出てくるよってなった時に、うん、やっぱりその復習甘くするとか、なんとなく分からへんけど先行かなきゃみたいな、うん、これ本当にやる意味ないんで、例えばちょっとこの範囲苦手でなんとなく分からへんけど先行きたいってなったら、もう捨てる覚悟で行ってほしいです。あとはそのよくその生徒さんとかに伝えるのは、本当に一問一会なんで、これが復習完璧ですってよく言ってくるんですよ、はい、じゃあ破いていいって聞くんですよ。おお面白い、破いてもう正直自分後悔しないっすっていうぐらい復習もし回せてるんだったら、例えば基礎問題成功でその範囲完璧にして、あとちょっと共通テストの演習したら全然戦えると思うんですよ、はい、結構生徒の参考書は破いてるんですか。いやいや破きかけたことは何度もありますけど、破くとちょっとはい、あのいろいろ複雑な問題になる、まあ、資源、ねはい、無駄にしてることになる。でもそれぐらいの覚悟で今日完璧にした、はい破きます、はい捨てますみたいな、もう見ることなくても大丈夫ですぐらいの気持ちでやってるかみたいなのは、はい、指標としてはめちゃくちゃ分かりやすいですね、はい、英単語帳とかにこう付箋めっちゃ貼る子いるじゃないですか、はい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 、時間ないんで文章覚えきりますみたいな、はい、1週間後見たらまだ貼ってあるんですよ、うん、覚えたら取るはずですからね、はい、めっちゃ貼ってある参考書絶対意味ないんで、付箋貼った時にいつ取るかその付箋と約束しなさい、付箋と約束しろ、はい、8月12日に取りますみたいな、うん、その日にちゃんと取るための勉強をして、で取る、これこそが問題向き合って、うん、その一問を自分のものにすることになるかなと思うので、破くは言い過ぎかもしれないですけど、いやいや分かりやすいですね、めちゃくちゃいい指導だと思います、はい、苦手ってマークつけてるところがなくなってもいいよっていうぐらいはちゃんと覚悟決めて一問と向き合って初めてショートカットルート第一歩かなと思います、うん、これまず発想が全然違うところですね。受験生のみんな時間がない、やばい、いかに終わらせるか、いかに早くスピーディーに、いかに効率よくやっていくかって考えがちですが、逆に深くやれと、逆に深くやった方が絶対いいですね。共通テストとか次第とかによって傾向もそのライバル取ってくる点数も違うんですけど、合格者の平均点とか見て何割必要なんだみたいなところの分析とかも志望校決まってるならやってほしいですね。満点だみたいなことはないんで、一問一会方針でやって本当に無理って思ってちょっとお断りするその一問があっても全然いいんですよ問題のリスペクトすごいですね、人なんで、問題も人なんですね。入賞まで出てきた時にちゃんと握手できる心構えあんのか、何の話か分からなくなってちょっと脱線しすぎました気を取り直して、はい、科目別に話しましょうか。科目別に行きましょうか。初めに数学から、数学行きましょう。入門は
はやりたいですね。考え方、特にその小学の人とかは入門をある程度やって考え方っていうところは知っておいてほしいかなと思ってます。びっくりしたのは、長留先生よく難波校いるじゃないですか、はい、難波校の校舎長の川村先生、はい、お話聞いたんですけど、入門問題成功めちゃくちゃ大事にしてますね。どんな生徒であっても絶対やらせてますね。これ面白いのが、入門を読ませるっていうやり方を難波校の場にしてて、はい、ベースはじゃあ基礎問でやりますが、ベースはこの本でやります。入門のここは読みながら大岩というか講義系の本として使うみたいな、ちょっと独特な やり方をしてて、それでめっちゃ数学の力みんなついてますよ、ね、はい、みんな最初やってる時はみんなしんどそうな顔するんですよ、はいはいはい、言ってることも半分よくわからんし、うん、みたいな、時間の無駄ちゃうみたいな、うん、でもそのじゃあ入門基礎問って終わった後に自分で次問題に向き合っていくっていう時の生徒の姿勢全然変わってるんで、うん、僕も横で見てて勉強になるんですが、うん、やっぱここはやってもらわないとダメな参考書だなと思ってます、うん、入門を深く読んで数学の本質を理解する、はい、すごく大事です。ただ入門問題成功やってると、はい、例えばその絶対値とか共通テスト出るけど入門には載ってないよみたいなあったりするんで、なるほど、出てこない範囲とかはちょっとここは基礎問で触れてほしいかなと思います、はいはい、逆に出てくる範囲ですね、最大最小を求める平方完成とか軸の場合分けみたいな、はい、いうのは別に入門問題成功ちゃんと向き合ってたら入門問題成功だけでいいかなと思ってます、うん、入門成功舐められがちですけど、はい、意外とカバーしてるんですよね、はい、だからそこは大丈夫ですよ、ね、基礎問でちょっと出てないとこちょろっとやって、こっから理系の子だったら 3C 先やってもいいですし、はい、でこっこりちょっと受けるよみたいな人で、例えば今このショートカットやってる人って多分共通テストの配点まあまああるんですよ。なるほどなるほど、地方の国公立だったら共通テストのむしろ二次試験の配点でかかったりしますからね、はい、で1位2位結局その 3C やった後忘れて共通演習みたいなのあんまり意味ないんで、うん、だったら入門やって、まあ、基礎問ちょろっと触れた後に1位2位の演習として共通形式の問題集短期攻略とかやってもらってから数 3C 入ってほしいかなと思ってます。これちょ整理しますね。従来であれば入門 1A 入門 2B 入門 3C っていう風に 3C 進みたくなるんですが、じゃなくて地方国公立志望の場合、共通の比率が高い場合は共通を取る戦略でいきましょうと、入門 1A 入門 2B でちょっとその載ってない範囲を基礎問追加でやります、でその後短期攻略の 1A2B をやるのがいいんだと、はい、共通テストをまず取り行くんだと、はい、でそれが終わってから入門 3C に移行しようという戦略だと、はい、ここで共通演習挟む意味も共通テストの実力つける以外にもあって、はい、今まで習った範囲って聞かれ方同じなわけですよ、はいはい、共通テストみたいな若干誘導ありつつ、でも聞かれてること同じだけど聞かれ方が違うよみたいな問題に対策していくことで、ちょっと理解が深くなる。共通対策すると磁力がつくというか地形が、ね、はい、鍛えられるというか盤石になりますよね。いい演習だと思います、共通演習は。正直言うと、はい、ここは私立の人でもやれるならやった方がいいかなっていうのは伝えておきます、うん、入門 3C 終わった後に 3C が基本的に理系の人は特に次第品質になるので、うんうん、練習で固めていくのは 3C からで問題ないかなと思います、うんうんうん、あと大学ごとによって配分とか変わっていくので、うん、共通テストと二次試験の配点で見た時に共通してる範囲とかもあるんで、微積って共通足す二次の1000点中何点分占めてんのとか、数列って意外と二次でもよく出るから、うん、数列ちょっとやめとこう 2B やし後回しにしようと思ってたけど、大手とこっち合わせたら微積よりちょっと多いみたいなこともあったりするので、ね、はい、共通テスト足す二次試験で分野ごとの配点とか、うん、ある程度出してみてからどの順にやっていくかっていうのは計画立ててもらえたらいいかなと思います。要はその基礎が固まった後は品質度順にやろうね、はい、理系の子だったら当然数三の微分積分めちゃくちゃ大事だし、はい、意外と 1A 2B の範囲も国公立で特に共通と重なるところは大事だよっていうですね、はい、長留先生的おすすめの分野とか志望大学ごとによるって話だと思うんですけど、はい、なんかあったりしますか。おすすめは積分ですね。数三の積分って割とその暗記というか、はい、テクニック知ってる度合いが他の分野に比べて多いんで、うん、逆に言うと そこさえ抑えてしまえば、うん、あとはなんかその切り口一緒だったりするんで、うんうん、数三の積分をしっかり攻略しようっていうのはショートカットの中では大事にしてほしいかなと思います。計算練習とかめちゃくちゃ大事ですよね。大事ですね。受かる計算数三とかドラゴン桜の数三 C とか使ってとにかく手を動かして積分の計算に慣れてほしいですね、はい、次第とかだと愚直に計算するのは前提としてない問題やったりするんで、はい、この形の時の積分ってこういう風に簡略化できるからこうみたいなのって数三でもあったりするんで、1位2位の範囲だと有名な6分の1公式的なことですか、はい、あ、そうですそうです、はい、そういったところを基本そのちゃんと駆使していかないと時間内に解き合わないケースがあるんで、はい、テクニックもいるってことですね。ここは計算問題集を通してちょっとその知っておくっていう形ですね。なるほどなるほど、簡略化する方法という、はい、で解説見たらなんか自分が思ってる解き方とちゃう方法を結構されてるんで、うんうん、その方法はちょっと自分で使えるように、まあ、ささっとちょっとやって出てきたらちょっとこれチャレンジしてみようかなぐらいの気持ちで大丈夫かなと思います。ちょっと余談なんですけど、はい、理系 YouTuber と結構長留先生見ます？ちょこちょこ積分サークルとか、はいはい、電
ガンさんとかクイズノックとか、はい、面白いなと思ったのがクイズノック VS 積分サークル、はい、積分対決っていう動画が、はい、積分サークルの動画で上がってて、はい、クイズノックの元東大王鶴崎さんとか、はい、デンガンとかとこう戦うわけですよ、はいはい、同じ積分の問題なんですけど違うアプローチで解いてどっちが早いかみたいなことをやってたりするんですよ。まさしくそういうことですね、はい、ですアプローチ法がいくつもあって解き方によっては簡単になったり、はい、それが難しくなったりみたいなそういうことが、はい、数三の積分では起こるからとにかく積分はたくさんやれと。あの思考のレベルからこっちもあるなこっちもあるなっていうのは、うん、あの次第とかじゃあんまないかなと思うんですけど、はいはいはい、単純な積分もどう見るかとか、うん、どこで分けるかとかによって大きく変わってくるので、うん、そこはいろんなパターンをちょっと一回自分でやっておくっていうのは、うんうんうん、このショートカットの中でも触れてほしいかなと思いますですね。あともう一つ強いてあげておくとすると、はい、数列ですかね。数列結構後回しにする生徒さん多いんじゃないか、うん、2B やしあんま触れてないなみたいな独立してますしね、はい、ただ数列が全数学の問題の中で一番ピンとくると思うんですよね、はい、数字代入していったら、まあ、ただの数字の羅列やし、はい、しかも次第とかになってくると記述そんないらないので、うん、こういう法則性があるじゃんみたいなを元に計算すると割と最後まで担当できたりするところがあるので数列は必ず取り組んでほしいかなと思ってます。あとあれですかね極限とも重なる分野というか数列分かっとくと極限にも役立つと思います、はい、そういうのもあるかもしれないですね。数列おすすめって言ったんですけど、はい、逆に苦手ならこれ捨てようぜ、はい、まあ、捨ててもいいんじゃないっていうのは、はい、個人的にはその図形かなと思ってます。はあ、なるほど理系ならではかもしれないですね。面白いですね、はいはい、図形って結構そのひらめきというかこれ昔あのセンター試験時代にあった問題なんですけど、はいはいはい、3辺の情報が与えられてるわけですよ、はいはい、で三角形がこうあってみたいな、はい、でそれの外接円がこうありますよみたいな問題があった時に、はいはいはい、実は正しく書くと外心が外っていうで上に三角形がついてる図が正しくて、はいはいはい、で外心が中にあるよみたいな三角形描いちゃった人は、うん、なるほど全然なんか発想がうまくいかなくて、うん、撃沈したみたいな年が僕より過去の年にあったって聞いたんですけど、こんなみたいに正しく図形がその時描けないと結構カッコ1あーから何も手が動かないっていうケースは結構あるかなと思って、うん、確かにこの図形こうじゃんってもし思い浮かばなかったらその先計算しても無駄になってしまうケースが多いのでガンガン飛ばしていくっていうのは戦略としてありかなと思ってます。面白いですね。確かに関数は一番なんとかなりやすい、はい、絶対取ってほしいところですね、うん、だから微分積分とか二次関数とか、はい、関数系はなんとかなりやすいけど図形は確かにひらめきいるなとは思いますね、はい、数学 1A の図形の分野だったりとか数2の図形と方程式の分野だったりとかちょっと考え方が発想大事やったりするんで、はい、この時 C といえばですね図形もその一括りに図形っていうのは方引きの定理とか円周角とかそういうやつから三角比とかあとはその平面ベクトルとかいろんな分野が融合してくるイコール出やすくはなったりするんですけど広いだそうか広いんですけど図形と方程式も言うたら関数やしなとミスるとめっちゃダメージでかいんですよ、はいはいはい、逆にその微積とかはミスりようがないというか、はい、微積ミスるぐらいならちょっともうきついっすみたいな、うんうん、ものだと思ってもらって、うん、例えば最初のじゃあ同関数求めましょうとか、うんうん、接線求めましょうこういうの確実に練習してたらできるようになっていくんですけど、うんうん、図形はピンと来なかったら終わりというか、うんうん、逆にピンと来たら遠赤比とかすぐ出たりするんですが、うんうん、ピンと来なかったら終わりっていう意味もあって解いていく順番ですね。例えば、うん、括弧1括弧2括弧3大問が3つあって、うん、図形最後にしようみたいな戦略とかはありかなと思ってます。確かにというわけで数学だけでねかなりの時間になっちゃいましたんで理科特に長野先生得意な物理科学は次回で詳しく話していきたいなというふうに思います、はい、一旦ね数学時間内受験生向けのアドバイスを長野先生してもらったんで理系の方は参考にしてください、はい、というわけで今回の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。